回のミリチャンネルのゲストは、ドイツ空軍により提示された緊急戦闘機計画に応じて開発したジェット戦闘機、ホッケウルフ TA-183、フッケバエンさんです。私、完成していなかったのですがよろしいのですか？ウプ主さん曰く、OK とのことです。それでは、最初に、フッケバインの愛称についてお話しいただけますか？愛称、フッケバインは、ヴィルヘルム・ブッシュが書いた児童文学、ハンス・フッケバインに登場するいたずら者のカラスの名に由来するのです。なるほど。いたずら者のカラスですか。それでは、次に、フッケバインさんがお生まれになった経緯についてお話しいただけますか？開発の経緯はドイツ空軍偵察機が英国本土を偵察中に、インドの基地へ展開する途中で英国に立ち寄っていたアメリカ合衆国のボーイング B-29 スーパーフォートレス爆撃機を偶然発見したことに遡るのです。高性能で迎撃が極めて困難な B-29 実戦投入の事実はドイツ空軍を狼狽させました。それで、何としても、高性能な迎撃機が必要になったのですね。この開発計画は緊急戦闘機計画と呼ばれ、ホッケウルフ社による私のほか、ユンカース、DF-128、ハインケル、B-1078、メッサーシュミット、B-1110、ブローム、ウント、フォス、B-212 といった機種が開発され、最終的にドイツ空軍は私を正式採用することと決定したのです。これを受けホッケウルフ社は当初、私に FW-232 の正式名を付けようとしたのですが、この番号はすでに輸送機のアラド、AR-232、タオゼントフユースラーで使用されていたため、ドイツ航空省により正式名が TA-183 に変更されたのです。結局のところ TA-183 は1944年末期に、16機の原型機製造が発注され、初飛行は1945年5月から6月の予定でしたが、1945年4月にイギリス軍がホッケウルフの工場を占領したことにより、1機も完成しないまま終戦を迎えてしまいました。それでは、次に、フッケバエンさんの特徴についてお話しいただけますか？40度の交代翼を持ち、機種に空気取り入れ口があり、ジェットエンジンを胴体後部に収納する、新世代のジェット機でした。ドイツの第2世代ジェットエンジンであるハインケル、ヒルト HTS-011 の搭載を予定していたのですが開発が遅れていたため、ME-262 などに搭載されていたUMO-004B を暫定的に搭載することになっていました。主翼は木製で、翼断面は料理のない対称形であり、裏返して使うことで左右の主翼の互換性があり、またエルロンとラダーが共通部品でした。徹底的に合理化されていたのですね。胴体下にはくぼみが設けてあり、搭載時にはその部分の外板を外して、半埋め込み式に増装や爆弾を搭載することができる設計でした。武装は空気取り入れ口の左右に 30mm、MK-108 機関砲各2門ずつ、ルールシュタール、X-4×4、R4M、55mm、空対空ロケット弾、最大 500kg までの爆装となっていますね。それでは、最後に、フッケバエンさんのご活躍となるわけですが、残念ながら完成されていないとのことですので、フッケバエンさんを元に製作された機体についてお話しいただけますか？そうきましたか。まずは FMA-IA-33、プルキー2ですね。1940年代の終わりにペロン政権下のアルゼンチンでクルト・タンクが設計し、製作されたジェット戦闘機ですね。TA-183、フッケバインの設計要素の多くを具現化しましたが、直径の大きい2イン、2、エンジンに合わせて改装し、結果として実質的に新しい設計が元となった TA-183 に似ているのは外観だけとなりました。TA-183 のエンジン配置と比較して2はコックピット直後の重心位置に近いところに置かれ、エンジン整備や修理を容易にするために胴体後部は取り外し式になっています。尾翼は美しい50度の交代角を持つ定時尾翼で、与圧式コックピットは胴体背面と滑らかに繋がった、累積型キャノピーで覆われていました。コッ
ックピット周辺には装甲板が配され、防弾ガラスを装備しています。武装にはエンジン吸気口より幾分後ろの胴体下面に近い側面に核2門を、前後にずらして配置した 20mm、機関砲が計画されていました。1956年に政治的な支援をなんとか取り付けた空軍 IA-33 の戦闘能力を示すために、コルドバからブエノスアイレスまでの記録飛行を計画、平均速度 900km でこの飛行を成功させたものの、キロでは酸素供給装置が故障し、意識朦朧としたパイロットはなんとか機体を高速で緊急着陸させたが、機体は大破してしまった。結局のところ、その後のグダグダで開発の過強だった A-33 プロジェクトは、破棄されてしまったのです。もう少しのところまで行ったのですね、残念です。次はミグ-15ですね。第二次世界大戦後、アメリカ合衆国やソビエト連邦は占領したドイツ国内から大量の先進的航空技術やデータ、そして開発技術者を入手し、それらの技術やデータを活用した航空機の開発を進めた。中でもソ連は、戦時中にドイツが研究していた抗体翼のデータを入手したことにより、それまで独自に開発していたジェット戦闘機よりも高性能な機体を開発できるようになった。DA-183 の計画書をベルリン占領により入手したソ連が、ミグ設計局にロールス、ロイス、ミーンエンジンを積んだ機体を試作させ、これがMiG-15の設計の元になったとも言われていますが、ロシアの航空歴史家によって否定されています。実際に容器は外見が漠然と似ているというだけで、各部寸法も武装配置も異なります。例えば抗体翼で問題となる翼端失速を防止するために、主翼に前縁スラットなどの複雑な機構を用いず、境界層制御板の発想などはソ連オリジナルと言えそうです。MiG-15 が西側に与えた衝撃は大きく、MiG-15 の小型、軽量の単純な機体に大出力エンジンを搭載する、というコンセプトに影響を受け、アメリカ空軍は F-104 スターファイターを、イギリスはフォーランド、NATO を開発している。しかしながらその影響は一時的なもので終わったようですね。結局似たような性能を狙うと似たような形になるということなのでしょうね。ということで、今回のゲストは、ホッケウルフ TTA-183、フッケバインさんでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価ボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。